人情武士道山本修五郎一まあびっくりさせることそんなに驚いて驚きますともこんなに突然いらっしゃるんですものでもよく来てくださったわ信子は友の手を取りながらいそいそと自分の今へ導いて ここんんな狭いところでごめん遊ばせ。お客まで今碁が始まってますからこちらの方が気楽でよろしいわどうぞお楽にねご来客でございますの主人のごがたきですの構いませんからどうぞごゆっくり遊ばして懐かしいこと横庭に面した窓を開けて 信子は友の目を熱く見守りながら言った「何年ぶりでしょう5年かしら」ごめん「5年そうちょうど5年ですわおかわりにならないのね憎らしいほど美しいわあらそれはあなたのことよ和枝は明暗の濃い表情でにらみながら頭を振ったあなたこそ見違えるほど美しくなったわ」 少しお声になったようだし肌などツヤツヤしてまるでお嬢様のように初々しいわお幸せなのねお幸せなのはどちらかしらあんなに華やかな噂でさんざん私たちを羨ませてお望みどおりの方とご祝言を遊ばして本当におのとは幸せを絵に描いたような方ですわ それを言わないで、信子様和枝は急に目を伏せながら遮った「私幸せじゃないのこの着物を見てちょうだいそれからこの顔痩せたでしょ?」う。だってこんなに汚くなってしまったわ「和枝様そんなことおっしゃっては」い,いえほんと私間違ってしまったんですわ。 信子は黙っってしまった。そしてあの頃のことを思い出した2人は5年前まで琴の師匠のもとで相弟子の仲だった和江は米沢藩上杉家の江戸留守役を務める萩井幸恵の二女であった琴も上手だったし派手好みで勝ち気でおまけに軍を抜いた美貌の持ち主で 常に弟子たち仲間の女王のような位置を占めていた衣装も髪飾りも絶えず新しい流行を追いしかも武家の娘には不似合いな豪奢なものばかり揃えていたし時には歌舞伎役者の毛布をつけた道具などを平気で持ち歩いたりしたこういう派手ずくめな和えはいつも何かしら弟子たちの間に新しい話題を投じていたが ある時恐ろしく思い切ったことを言い出して皆の目を見張らせた「私に今縁談があるの」数恵は常に話題の中心になるものの自信たっぷりな調子で言った「半年も前から私を見初めたのです」って「向こうの家はご老職なのよ」「5人なんで文教をなさってるって言うんだけど」 私断っていますのだってその方はご器量もパッとしないしお話も下手だしなんだか辛気臭くってとてもつぐ気にはなれないんですもの。だけど本当を言うとねと彼女はいたずらそうに声を潜めた「私実は今恋人があるのよ」。 まあ、和恵様ったら驚くことないわ自分の一生の夫ですもの自分が好きな人を選ぶのは当たり前じゃありませんかその方とても殿ごぶりがいいし気が効いてるし皆さんにも一度見ていただくわ厳格な武家に育った娘たちは和えの話を聞いて皆肝を消した。 縁談のことを口にするさえ恥ずかしい年頃なのに、男の品評や恋人があることまでズバズバ言う。その思い切った態度には、唖然として返すべき言葉もなかった。そして事実、それから死後にちつと、和江の恋人だというその若侍が、稽古帰りの彼女を待っているところをみんなは見せられた、 男は美男だった。和恵がみんなに引き合わせると彼は平気でみんなに話しかけてきたそれはいかにも乳気に富み卒のない気の利いた態度でみなにもひどく凝った好みを見せていた和恵はそれから間もなく親たちの反対を押し切ってその男と結婚し同時に琴の死から去ったのである。 思い合った同志の二人が幸福な生活を送っているだろうということは誰も疑わなかった噂が出れば決まって「お似合いのご夫婦でさぞ円満でしょうきっとお揃いで派手に暮らしてらっしゃるわ」半分は戦望を交えて話し合ったものだそれなのに今五年ぶり出会う和恵はまるで人柄が違っている。 着物も貧しく髪飾りも申し訳ばかり美しさを誇った面ざしも痩せが目立つし手指も荒れてカサカサに乾いている昔の花のなんと無残にしおれたことであろう子は思わず目をそらした「夫は私が考えたような人ではなかったの娘の目なんて本当にバカなものですわ」 器量がいいだの、気が利くだの、話が巧みだの。そんなことしかわからない。本当のものなんか何も見えないのよ。私、親たちの意見を馬鹿にした自分の愚かさがよくわかりましたわ。数江はそっと涙をふいた。二彼女の夫、寺門一之心は、 200国の留守役であったが派手な生活を続けるため出入りの商人たちと金の間違いを起こし3年前に浪人してしまった親たちからは面目に関すると言って偽絶されるしいささかの蓄えもない夫婦は全く貧窮の底に陥ったのであるでも私和枝は涙をし拭っていた こののままで終わりたくないの今までのことはすっかり忘れて生まれ帰った気持ちで何もかも新しくやり直してみるつもりよ夫もその覚悟でせっせと道場通いを始めています道場やいらして若い頃から憲法だけは才があると言われていたのですって。 この道で必ず世に出るのだって、今、夢中で稽古に通っていますの。それで実は、あなたにお願いがあってきたのですけれど。伺いますわ。ご相談になれることなら。こちらでは確か、ご用人をお勤め遊ばしていらっしゃるでしょう。もしもいいりがありましたら、 士官の口をお世話していただきたいと思いますのどんな商販でもいいし食録にも望みはない十分でさえあればとにかくそれを土台として将来の立身は自分の腕で務める和枝は懇願するように繰り返した他にはお便りする方もありませんし そういった時の寂しい瞳を信子は忘れることができなかった和江が帰るのを送ってから信子は茶の支度をして客前へ行ったそこでは主人の金之助と客の松平越中の神の老職である大沼証言とがまだ熱心に碁を囲んでいた誰か客のようだった はい、私の古いお友達がございましたここは構わなくていいぞいいえもうお帰りになりましたから金之助はそうかとうなずいて茶をとった客の大沼老人は今窮地にある様子で盤面の上へのしかかるようにしながらほとんど夢中で手を読んでいた証言は白河藩松平家の 江戸年寄り役で、長いこと信子の父と五木で会ったのを父が去年亡くなるとそのまま金之助に相手を持ち越した形で暇さえあると押しかけてくるのだった数日前に来た時「判定の道場で手直し版を一人欲しいが適当な人物はないだろうか」と言っていたのを信子は思い出し のことを夫に頼もうと考えたのであった「どうぞお茶を一服」「いやあ、それどころの騒ぎではない」「どうかかまわないでここが生死の境じゃ」信子の勧める茶には見向きもせず老人は満面にのしかかってうめいた信子はそっと夫を見た金之助は微笑しながら茶をすすっていた たまにに。は負けて差し上げればいいのにそう思いながら信子はそっと座をのいた信子は自分を幸せだと思っている和枝の心情を聞いてからは一層その感を深くした父の佐藤商店は大久保家の容認で彼女はその一人娘だったが和枝とは反対に器量も性質も平凡だし 父の厳しい火つけどおりにつつましく育ったそして3年前に金之助を婿に迎えたのであるが彼もまた同じような人柄で口数も少なく寄居も静かなこれといって人目につく特徴のない人物だった金之助は松平丹後神の,の老職の二男だから家柄もおつかつだし その上気質もよく似た極めて平凡な縁組であったそしてその後の生活もまた何の気もなく落ち着いた静かな日が続いている去年父が死ぬとすぐその後を継いて容人になったがこれとても至極無事に運んだことで家中の評判も悪からずといって特に好評というのでもなく つまりすべてが平穏無事に過ぎているのであるそしていかにもそれは二人に似つかわしい生活であった「信子お帰りだぞ」夫の声が聞こえたのはそれからさらに一時ほど後のことだった客を送り出すとさすがに疲れた様子で信子の立てる薄茶をうまそうに変えながら 珍しく気楽に雑談した「春日の話をするなら今がいい」信子はそう気づいたので「私お願いがあるのですけれど」と口を切った金之助はすぐ察したという目で「さっき来た客のことか」「はい私の古いおことのお友達なんですけれど今お気の毒な身の上になっていらして」 信子は和恵の身の上を詳しく語った金之助は黙って聞いていたが和恵が親の反対を押し切って寺門一之進と結婚したというあたりへ来るといつか妻から顔を背けて不快そうに眉を潜めていったそういうわけで今お二人は生まれ変わったつもりで初めからやり直そうとしているんですけれどそれについて どこか歯官の口がありましたら、世話をしろというのか。金之助の口調は驚くほど厳しかった。そして、お前それを受け終わったのか。はい、私、もしや、お沼様のご家中にでも。差し出がましいことをする。信子はびっくりして夫を見た。 金之助はひどく不快そうに立ち上がりながら言った「武士が主取りをするのに妻の縁などを頼るとは無作法なことだ」「士官の口が頼みたいならそのものが自分で参るべきではないか」「さようなことみだりに取り継いではならん」「三私の話し方が悪かったのですわ」 信子はすまなそうに言った。ですから主人は怒ったのだと思いますのうちへ来てから3年一度も叱られたことがないので私すっかりどぎまぎしてしまって申し訳ないこと和枝は寂しそうに目を伏せた私があんなお願いに上がったのは悪かったのねえいいえそれは違ってよ 話ときと話し方がいけなかったんですの主人の気持ちをよく知っていたつもりなのにやはり女は考え方が足りないんですのねですから一度ご主人に拓へおいでを願ったらと思うのですけれどでもそれではなおお怒りになるでしょう和恵がそう言いかけたとき表の格子が手荒く開いて 誰か入ってくる気配がした。夫ですわ一恵がそう言いながら立とうとしたしかしそれより先に襖を開けて寺門一之進が入ってきた裏長屋の一間きりしかない詫び住宅身を避ける余地もない狭い部屋だったお帰りなさいましこちらはいやわかってる一之進は妻の言葉を遮って 今講師の外であらまし聞いたお前ここに仕官の口でもお願いしたと見えるなはい申し訳ないで悪ございました悪いバカなことをする立ったままである初対面の挨拶もなく客の前で立ったまま妻を叱りつける無作法な態度に信子は呆れて目をやったいつの日か 琴の稽古帰りに見た時とは様子も随分違っている美男だった面影は貧苦のためかとげとげしく癒せ洗いざしの着物には次が当たっていた失礼だがあなたのご主人はと彼は信子を見下ろしていった大久保家で佐藤金之助とおっしゃるのですね今表で友の者に聞いたのだが 丹後守のおの家中で清水という姓ではありませんかはいさようでございますそうでしょう多分そうだと思った一之進はあざけるように鼻で笑った「だからこそ拙者自身で頼みに来い」などと言ったんですよご主人はさぞお得意になっておいでだろうはは <laughs> あなたは主人をご存知でいらっしゃいますか。拙者だけではない。ここにいる妻も知っています。わかりよく言えば、あなたのご主人と拙者とは恋がたきだったのです。そしてあなたのご主人は負けたのです。カズエはあなたのご主人を嫌って、拙者のお妻になったわけです。大層なご衆心だったのですがね。 あなた、そんなことをおっしゃって黙ってろ驚いて止めようとする和枝をしっかりつけてお前もお前だ清水金之助が大久保家中に婿売りしたことは聞いたはずではないかよりによってあいつのところへ落ちぶれた格好で士官の口調を頼みに行くなんて求めて長賞を買うようなものではないかバカな でも私まさかお帰りください一之進は乱暴にわめいたそして帰ったらご主人にそう伝えてください恋の遺恨が晴れてさぞ本望でござろうとしかししかし自問一之心も武士だ昔の恋敵に憐憫をこうほど落ちぶれはせぬと信子は夢中で外へ出た 一心の,の辛辣な言葉が針のように心を刺した夢にも知らなかったことだ夫がかつて自分のほかに人を恋したというしかもその相手が和江であったという考えてみればあの頃その藩の老職の二男が和江を見染め半年余りも熱心に求婚していたという話を聞いていたがそれが夫であったに違いない。 そうだそれだからこそ夫はあんなに怒ったのだあんなに不快そうな怒り方をしたのだそしてあんなに怒る以上夫はまだその恋を忘れることができずにいるのではあるまいか信子の頭は暗くなった今日までの平凡ながら静かな落ち着いた幸せな生活の底に そんな秘密が隠れていたのだと思うと子はあらゆるものが砂のように崩壊するのを感じて思わず両手で表を覆った「夫があの人あの人もし友の者が注意していなかったら信子は家へ帰ることをさえ忘れていたに違いない。 平穏無事に育ってきた信子の心はこの大きな衝撃にあって全く打ちのめされてしまった世間の家庭に起こる悲しい話を聞くたびに自分たちだけはと思っていた幸せがやっぱり同じような不運をはらんでいたのだ今までの静かな幸せな生活は二度と帰っては来ないだろうああ 信子は何度も低くうめき声を上げた「イオンだれのからっと晴たた日だった牧場にある道場から出た一之進が八丁堀の家へ帰ろうとして歩いていくと貸しのところで向こうから来た2人連れの武士の一人が一之進の方を指さしながら「あの男です」 と連れに言うのが聞こえた。無礼なやつと思って一之進が見るとそれは佐藤金之助であった連れは六十に近い老牛で金之助と共に何やら笑いながらこちらを見て通り過ぎようとする「おのれ」と一之進は向かい直って「待て金之助待て」声をかけながら2人の前へ立ちふさがった。 老人の方は23件飛びのいたが金之助は冷笑したまま呆然と立ち止まった「きき子今何を笑った笑いやしない俺はつんぼでもめくらでもないぞ」こ「き子今己を指さしあの男だと言って連れと一緒に笑ったではないか」「己の落ちぶれたのがおかしいか」 それで昔の恨みを晴らすつもりか貴公がそんな姿をしているのを見ると金之助は冷ややかに言ったそれは確かにおかしいよしかしその姿がおかしいのじゃないぞ昔の姿を思い出すからだどうしたな武士が武士を笑うからには覚悟があるだろうななんだ果たし合いでも望むのか あの頃とは少々違うぞ。来い。金之助は唇で笑いながら「うろたえるなこんな街中で何ができる」「果たし合いをするなら少し歩こう」「邪魔の入らぬところでゆっくりやろうではないか」「お互いに肩をつけるいい時だ」「よし逃げるなよ」2人は歩き出した金之助の連れの老人も少し後からついていった。 橋を渡ると松平越中神の,の屋敷で塀に沿っていくと船入り堀になる辺りはひっそりとした組屋敷が並び堀に面して空き地が開けていた一之進は大股にその空き地へ入ると手早く身支度をして体験を抜いた「さあ来いお連れの陣助立をなさるか」。 バカな。金之助は冷笑して「この御仁には関わりのないことだ。安心して力いっぱい切ってこい。娘を騙すのと真剣勝負は勝手が違うぞ。よく言った貴様こそその言葉を忘れるな」。金之助は履物を脱いで体験の使え手をかけたまま「よし」と言った。一之進は小手下がりの上段につけた。 連れの老人は23軒離れたところから無言のままじっと様子を見ていた金之助は相手の目を見つめたまま微動もしない一之進の面上にやがてさっと血が満ちてきた傾きかかった光の空をトンボがスイスイと飛んでいく堀の向こうにつないである船の上で 船子たちが二、三人何やらこわに話している。あたりがひっそりとしているので、その話し声がのどかに聞こえてきた。突然、稲妻が空を切ったかと見えた。喉を裂く絶叫と二振りの健康が同時に殺到し、涼子の体が風を発して躍動した。しかし、その刹那には金之助は二、三軒飛びのきざま、 だっと尻餅をつき一之進は体験を頭上にのしかかっていた「勝負見えた見えたぞ危ない一瞬黙って見ていた老人がそう叫びながら2人の間へ割って入ったこれ以上は無用まずまずその元から刀をお引きください拙者は引いてもよろしいが」。 そう言って一之進は金之助を見合った「光源にも似合わぬ恋も剣も所詮は勝つ者が勝つようだな立ち上がってもう一度やるか拙者の方に遠慮はいらんぞ」金之助は刀を持ったまま頭を垂れ肩を波打たせていた老人は一之進を押さえた「もうやめられい」 いは勝負が決すればそれでよいこの老人がしかと見分をつかまったどうぞもうお引きくださいせっかくのお取り出し仰せに任せますそれで老人の面目も立つ佐藤氏さあこれへ参って仲直りをするがよい武士は武士らしく 果たし合いは果たし合い終わったらあっさり手を握るものだお言葉ですがそれは拙者がごめんこうむる一之進は体験をさやに収め身支度を直しながら冷ややかに拒絶したその男とは元より友人でもなしこれから再び口を利く用はないでしょう金之助悔しかったらいつでも来い うちは貴様の女房が知っている逃げも隠れもせんぞ火捨てて彼は空き地から去った5家へ帰ると出迎えた数えが「どうかなさいましたか?」と不審そうに聞いた「大層お顔の色が悪ございますが金之助と会ったんだ」。 のは上がるとすぐ袴の紐を解きながら汗になったから着替えさせてくれはいそれで何か己を見て笑いおった連れがあってなそれに己の落ちぶれた姿を指さしながらあの男だと言って笑ったんだそれで果たし合いをしたまあ果たし合いをバカな話さ 裸になった一之進は水口へおいたらいへ水を汲んで体の汗を拭きながら話し続けた「よほど恋の遺恨が忘れられぬと見えてな娘を口説くのと真剣勝負とは勝手が違うぞ」などと公言を吐いたがいざ向き合ってみると大のないやつさまさかあの方を。 切れば切れたがその連れの老人が割って入り「勝負見えた」と止めるので命だけは助けてやったよ。それであなたには別におけがはバカを言えあんなやつになんで手が出るものかさんざん恥ずかしめてやったがうの根も出ず尻餅をつ,ついて片いきというざまさ。 話を聞きながら夫の脱いだものを片付けていた和ズは何を見つけたかはっと色を変え手早く袴帯着物とそこへ広げて見直した。袴と帯と着物とその三つを通して一文字に五寸ばかり刀で鳴いた切れ目がある。ちょうどへその真下というところだ。肌襦袢一重だけが危うく免れているだけ。 今伸びていたら、そう思うと和エは全身の血が逆流するような恐怖を感じた「なんだ何を見てる?あ」「あいえいえ今乾かそうと存じまして」「和エは慌ててひとまとめに押しやりながら立ち上がって夫のせい着物を着せかけた」「どうした手が震えているではないか」「怖い話を伺ったものですから」 金之助のあの手を見たら怖いよりおかしくって笑ったろうあれで大久保家の用人だと言うんだから馬鹿げてる向こうに行ったおかげだということを知っているのかしらもうもう二度とこんなことはないのでございましょうねまた果たし合いなどとあの腰抜けではな一之進は元気な声で笑った カズエは夫の言葉を聞いていてなかった。夫はあくまで勝ったと信じているそして事実そうかもしれないしかし相手の刀は夫の袴から着物まで通っている夫はそれを気づいていないのだ偶然そこまでしか届かなかったのかそれとも金之助がわざと傷つけることを避けたのか いずれにしてもそれに気づかない夫が果たして本当に勝ったと言えるのであろうか事実を夫に話さなくてはならない和江はそう思った2人は生まれ変わったつもりで再出発しようとしているのだ夫を本当の武士にするためにはこの事実ははっきりさせなくてはいけないしかしもし事実を知った 「夫は果たして素直な気持ちで考え直してくれるだろうかいやおそらく彼の起承として再び果たし合いを挑むであろうそうしたらどうなる夫が再び勝てばいいが万一にも金之助の刀が今度こそもう一寸伸びた場合には和恵はぞっと身震いを感じた。 しかしそれは自分の考えの恐ろしさではなく門口に訪れる人の声がしたからである「物申す物申す」モモはい一恵が急いで立ち上がった障子を開けると門口に中年の武士が立っているついぞ見慣れぬ顔だった何ぞ御用でございますか武士つけなことをお尋ね申すが、 松倉町の堀堀って戦国果たし合いをなすったのはこちらのご主人ではござるまいかお伺い申すああ、摂書です一野心が答えながら立ってきたそれについてご不信でもありますかいや、実は拙書は松平越中の神の家中のものでござるが上役の者どもが今日お立ち合いの終始を 屋屋敷敷内よりり拝見つつかかまつりましたそうでお屋敷からあなるほど越中様の裏でしたなそれで失礼ながらもしご老老中ならば是非一度御用を得たくご都合を送り合わせの上判定までお運びを願うようにと拙者使者に使わされて参った次第でござるなしかし 用は何拙者からは申し上げかねるが綺麗の当法をお慕い申してのことゆえあるいは士官のお務めなのではあるまいかと思います一之進は呆然と妻の方を振り返った災いが転じて福となったのだあの果たし合いを越中の神の家臣が屋敷の中から見ていたのだ そしておそらくここまでつけてきたに違いな出世の時が来た光のように輝く夫の顔を風もひたっと熱い目で見上げながらそして胸いっぱいにこう叫んでいた「夫はやっぱり勝ったのだ」見ていた人がこうして証人になってくれた「夫は勝ったのだ」とうとう自分たちの 世に出る時が来たのだ「ロックどこか体の具合でも悪いのではないか」い「いえ近頃少し晴れ晴れせぬようだな」「信子は目を上げられなかった」「和枝夫妻を訪ねてから20日余りになる」「自分では夫に悟られぬように勤めているつもりなのに」 心の勇紋は自然と色に出てしまう。夫がかつて和枝を愛したということはまだ自分と縁組みをする以前のことであるし結局その愛は報えられなかったのだからそんなに苦しむ理由にはならないはずだ。その年頃になれば男も女も誰かを愛するようになる。それは自然なことだ。 夫だけが特別にそうだったわけではない。そういう経験は誰にでもあることなのだ。そう自分にと聞かせる後から。でも私はそうではなかった。私にとっては夫が初めて愛情を注いだ人だ。私の心には夫と会う前にどんな人の影をもとどめていなかった。信子は苦しんだ。 真相に育ち世の経験に浅いだけ初めて受けた心の痛手をどう切り抜けたらいいかわからないのである夫にすべてを打ち明けたら何度もそう考えたしかし無論できることではなかった何か心配事でもあるなら話したらどうかもしまた体に故障でもあるなら医者に見せなければならぬ 顔色も悪く沈んでばかりいる様子は変ではないかでも本当に何でもございませんのですからそれならいいが金之助はつぶやくように言った男はうかつだからな言うべきことは言ってくれぬとはい今日はまた証言殿が見える日だ今のうちに御用の始末をしておこう そう言って立ち上がったがふと静かに照れたような笑い方をしながら「実は家中の老人たちから足切りに聞かれるんだよもうそろそろめでたい知らせがあってもいい頃ではないか」ってそれで余計気になっていたのだまあそんなこと信子はときっと胸を打たれた。 夫のの去っていくのを見上げることもせず信子は耳まで赤くなった表を伏せていたこの頃つくづく反問で思い出す暇もなかったけれど信子の体はもう3ヶ月余り変調であったもしやという気もしたし一方ではまた騙されるのではないかとも思っていたそれが今夫の口からそう言われた刹那 いきなり揺り上げられたような激しい感動とともに「そうだ」とうなずくものを全身に直感した夫の小姉は明らかに期待をする色を持っていた夫婦という感覚のつながりの微妙さが夫の心のそのことを伝えたのであろうその気持ちが信子を時間に揺り上げたのだけれど彼女の心は今 「それを喜んでいいのか悲しんでいいのかわからないほど混乱している」「夫の昔の恋がこんなに自分を苦しめている時その時自分が新しい命を胸の下に自覚しなければならぬとは」「大沼証言が例の通りご家に来た」「そしてその接待の終わらぬうちに家父が 信子への来客を知らせてきた和江が玄関で会いたいというのである和江様が何の用で来たのだろう信子は傷口を撫でられたような波の震えを感じながら出て行った和江は玄関先に立っていたあの時とは見違えるほど立派な姿になっている 贅沢なものではないが衣装も新しくつやつやと言い上げた髪には串かんざしが光っている。顔には薄め化をさえしていた。表を通りかかったのでお寄りしました。数えはひどく霧口場で行った。七。あの時はご迷惑おかけしましたわ。 でももう心配していただく必要はなくなりましたわ夫は二百石で出世をいたしましたからそれを申し上げようと思いましてね「それはおめでとうございますこと皮肉な巡り合わせですわね和江は相手を見下ろすように冷ややかな薄笑いを浮かべながら言ったこちらのご主人と果たし合いをいたしましたでしょ あれが出世の糸口になりましたの果たし合いでございますってそれはいつ <laughs> あなたはご存知ありませんの最もおまけになったのだからご主人もお話がしにくかったでしょうけれどその果たし合いの様子を松平愛中の神様のご重役がお屋敷の中から見ていらっしゃったのですって 「それでぜひに」というご本望で仕官いたしましたの。どうだと言わんばかりに和枝は額を上げて信子を見た信子は黙っていた「私たち今では越中県のお屋敷におりますわ」「来ていただくというわけにもいきませんけれどそれだけお知らせにあがりました」「失礼いたします」 な慢な口調で言うだけのことを言うと和恵は去っていったおそらくは見返してやる気で訪れたものであろうしかし信子はそんなことよりも夫と一之進が果たし合いをしたということそれが縁で越中の神に召し抱えられたということを聞いて頭いっぱいに訳のわからぬ混乱が起こった。 の白川藩の重役といえば今客間に来ている大沼召喚も越中の神家の重役ではないかそれはあの時信子が一之進を推挙してもらおうとした相手ではないか信子は部屋へ戻った図らずも思い出した召喚のことからまだ茶を運んだつもりで 何のもてなしもしていなかったことに気づいたのである商館の好物である商家堂の玉露塔を持って信子は静かに客間へ行ったしかし客前へ入ろうとした時中から聞こえてくる低い話し声の一つが思わず信子を立ち止まらせた「あの男お役に立ちそうですか」「夫の声である」 あの男ああ一の進か召喚の声も低かった「ふ、うんバカとハサミは使いようと言ってな叩けばどうにか役に立つだろう腕もかなりなもんじゃ何しろ高慢が傷だあれが取れるうちはだめじゃよどうへ入れた気候の一頭 わしの見たところでは下着まで切ったと思うがあの男それをまだ知らぬようだぞ。着物が脱ぎますから始末する者が言わなければ知れますまいあの女房は夫をよく知っています。だが貴公も馬鹿げた世話を焼くあれほどにして石の進を推挙する義理でもあるのか。石の音がした。 それからややしばらくして、金之助の笑いを含んだ声がした。千竜店にこんなのがあります。あの女房盗んで俺が持つところ。ご存知ですかそんなものは知らん。うがっているでしょう。それなんです。実はずっと前、あの女房と拙者との間に縁談があったのです。 清水の父がお気に入りでした。ぜひもらえというのです。しかし、一度会ってみてすぐ、これはいかんと思いました。一口に申すと、まるで拙者などの歯に合う女ではないのです。それで断りました。それが一の審に行ったというのかこう田舎だったそうですね。怪しから 乱れがましいさようなそういう女だったのです清水の父も後でそのことを知って無理人に勧めたことを謝っていましただがあの果たし合いの時一の新明は恋敵だとやらもうしていたではないか女がそう言ったのでしょうある女たちは世界中の男が自分に恋し そして失恋すするものだと思いますあの女もそういう気質の一人なのですたとえ死んでも男から縁談を断られたなどということを承認する女ではありません一の心はそれを見抜けなかったそれがあの男を不幸にしたのです信子の全身の血が歓喜の叫びをあげ 夫は和恵を愛しはしなかった夫は和江を愛したことはなかったのだ。なんという歓喜だ。和恵の気質を知っている信子には今こそまざまざとすべてがわかる。今こそ真実が光を浴びて登場する。そうだ全ては和恵の虚栄の心から出たことだったのだ。だから。 と銀之助は続けたあの男のために一肌脱ぐ気になったのですむろん信子から頼まれなかったらそうと知っていてもあんなことはしなかったでしょうがあの女が妻の親しい友達だということでそれでここへもお願いした次第ですその苦心が彼にわかるかしら あの一等の戒めすら気づかぬ一の親命に拙者の計らったことだという点はどうかいつまでもわからぬようにしておいてくださいわからないためにあんな面倒なことをしたのですから憎いほど気候はよく気が回る佐藤はよい向こうを取りおったぞ 将官は短足したそれから急にクスクスと笑い出していった「何だってあの女房その申した川柳店とやらをもう一度聞かせんかいけません今度言うと悪口になりますから何知っとるあの女房すでにあの女房すでに拙者が」。 すでに自分が信子は幸福で胸をいっぱいにしながら襖を開けた抑えようのない涙と微笑が突き上げてくる夫のたくましい方がその時ほど頼もしく見えたことはなかった大沼様がお帰りになったらすぐあのことを申し上げよう貸し本を置きながら 信子は片手でそっと胸の下を押さえた新しい命を温かく生き生きと手のひらへ感じながら彼女は明るく澄んだ声で言った「そうかでございます。